進入固定線インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番の枠なりスタートしました。4コースから4号艇の宇野がスタートを決めていきましたが、1号艇の三笘も出ていきながら、1マークは1号艇三笘が逃げて4号艇の宇野がまくっていきました。さあこれが鮮やかに決まってきました。4号艇の宇野が先頭、スタートは前提正常でした。4号艇の宇野が抜け出して2番手は6番の外に2番切り返しては1番、まずは4号艇の宇野がトップで回る。続いては6号艇の羽田、その内合わせて1号艇の三笘が折り返し、さらには内を捉えて2号艇の内山も入っています。